遠くへボール飛ばしたいだろ。そりゃそうだよな。じゃあ力いっぱい蓄えようぜ。力、どこの力？テイクバック、バックスイング、トップ、どこに力がたまる？わかんねえよな。これは回転の深さ、ここだよ。腹筋からぐーっと回して右の股関節が後ろにどん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 行くよな。動いた動いた動いた。正面、左の肩甲骨が見えた。鏡でな、まあ、もしくは誰かに見てもらってもいいよ。肩甲骨が見えたらもう十分だろ。これだけ回りゃ十分だよ。そしてこの時に注意しなきゃいけないのは、いいか、右の股関節がずれてしまった、前に行った、しっかりと後ろに持っていって体の中心がヒュッねじれてずれてないということを自覚することだな。こういう感じで少し骨盤がこっちに動いてる感じがあるかもしれないけれども、もちろんこれはダメだよ、これはダメだ。だけどしっかりと中心をキープして、こういう回転ができて左の肩甲骨が前にしっかりと見えれば、これで十分だと思うぞ。これが力を 100% 蓄えたトップの形だ。